どうも、柴田です。今ですね、千葉県は習志野でこれからガチ TV の撮影があるんだけど、カメラマンの藤巻さんがサンドイッチを買ってきてくれってリトルに頼んだんだよね。ということでですね、今日はね、ちょっとしたいたずらでサンドイッチを買ってきました。思ってください、サンドイッチ。これとこれとハムとカニカマ、サンドイッチを買ってきました。これをね、チーズもある。これはあのカメラマンにサンドイッチですってことで渡したらどんな反応をするのか、プチドッキリ、素人の反応を楽しんでみましょう。よし、でこれリトル渡してね、これ。はい、食べてなかった。これはやめろって言ったんすよ。これはやめろって言ったんすよ。もうリトルが、いや、マヨネーズがねえじゃん。あるけど、サンドイッチの。そう、俺はやめろって言ったんすよ。でもこれでサンドイッチ作れるってリトルが言うんすよ。なかった。食べる。どっちの大丈夫ですか。食べれますの大丈夫なのか、大丈夫ですなのか。いりませんの。食べました。え、食べました。朝飯、朝飯俺、あれ、ワッフルを食べてた。あ、これ作ります。お、食べてないかな。食べよう。ということで、答えは割と普通に受け入れたでした。いや。そうそうそう、入った入った。どうですか、念願のサンドイッチは。うまい。うまい。パンが美味しい。うまい。よかった。ここ頑張れるわ。